ミシェル・ダフ、ミシェル・ダフ、1939年12月13日体はカナダ出身の元オートバイレーサー。世界グランプリで初めて優勝したカナダ人である。レーサーとして引退後はトランス女性であることを公表し、作家、写真家として活動している。現役時代は出生名であるマイク・ダフとして活動していた。オンタリオ州のトロントで生まれたダフは、 15歳となった1955年にレースを始めた。1957年に当時最も速い市販ロードレーサーであったノートン・マンクスを手に入れるとカナダのローカルレースでいくつか勝利を収めるようになった。1960年に本格的にレース活動をするためにイギリスに渡り、結果はリタイアに終わったもののマンシマ TT レースでグランプリ初出場を果たす。 しかし、この年出場したオールトンパークで行われた、イギリス選手権のレースでクラッシュして、怪我を負い、このアクシデントでレースを続ける自信を失ったダフは、カナダに帰国してしまった。しばらく、トロントの工場で働いていたダフだったが、やがてレースへの情熱が蘇り、翌1961年、500cc のマチレース G50 と 350cc の、 a j ナの R を購入して再びヨーロッパに戻った。500cc クラスと 350cc クラスに出場したマンシマ TT では両クラスとも会に沈んだが、ベルギー GP の 500cc クラスに出場して4位入賞したことで自信を取り戻し、以後はたびたびグランプリで入賞する走りを見せるようになる。1962年にはマンシマ TT の 500cc クラスでは、クランクシャフトのトラブルで、リタイアするまでは2位を走り、350cc クラスでは5位に入賞した。翌1963年もコンスタントにポイントを獲得し、フィンランド GP の 500cc クラスでは、初めての3位表彰台を獲得して、ランキングでも6位となって、シーズンを終えている。1964年、 引き続きマチレスとエイジェイズで 500cc350cc クラスに参戦する一方、日本のヤマハと 250cc のマシンに乗る契約を交わす。そしてこの年のベルギー GP で北米出身のライダーとしても初めてとなるグランプリ初優勝を飾り 250cc クラスランキング4位でシーズンを終えた。また 350cc クラスでは 優勝こそなかったものの4度表彰台に上る活躍でランキング3位となった。非生活ではこの時期にフィンランド人の女性と最初の結婚をしており、2人の子供を設けている。ランキング2位になった1965年に乗ったヤマハ RD56 続く1965年は、ダフにとってはレーシングライダーとしてのベストシーズンとなった。 前年に続いて、ヤマハのワークスライダーとして 250cc クラスに出場したダフは、開幕戦のアメリカ GP で2位となったのを皮切りに、第10戦までに8度表彰台に上る安定した強さを発揮し、第11戦、フィンランド GP では優勝を飾って、同じヤマハのエースライダーである、フィルリードに続く、シーズンランキング2位を獲得したのである。 この年は 125cc クラスにも、ヤマハから出場し、ダッチ TT で優勝もしている。しかしこの年のシーズン終盤、ヤマハが新しく開発した 250cc 水冷、V4 エンジンの RD05 のテスト中に転倒し、骨盤と股関節を骨折する重傷を負うという、アクシデントがあった。翌1966年は、 前年の怪我の影響で、レーズに復帰したのが6月に入ってからと出遅れ、ヤマハの新しい V4 にはすでに、フィルリードとビルアイビーが乗っており、ダフに与えられたのは、古い2記等のマシンだった。結局この年は、マシンと自身の体の両方の問題に苦しみ続け、125cc クラスと 250cc クラスの双方で、ランキング9位に終わった。 ダフはこの年限りでヤマハを離れて、翌シーズンは a j ズとマチレスのマシンでプライベーターとしてグランプリに出場したが、プロライダーとしての限界を感じて1967年シーズンを最後にグランプリからの引退を決意した。この年にカナダ建国100周年を記念して一度だけ開催されたカナダ GP で3位となったのが、ダフのグランプリにおける最後の記録となった。 最初の妻と別れて、カリフォルニアに渡ったダフは、サイクルワールド氏の編集者として働く傍らで、カナダやアメリカのレースへの出場を続けた。1968年には、デートナー200で3位となり1969年には、カナダ国内選手権で 250cc、500cc、750cc の3クラスを制覇する活躍をしていたが、1969年の、 終わりに完全にレース活動から身を引くと、ヤマハのオートバイとスノーモービルを扱うディーラーを始めた。同時期には二度目の結婚をしている。しかし、カナダのオートバイ市場の冷え込みを予測すると、1978年にはディーラーからオートバイのエンジンを扱う工場の経営に転業した。1984年、長年性同一性障害に苦しんできたダフは、 女性として生きることを決心し、工場を閉めて、妻と別れ、ブランプトンの家を出て、トロントのダウンタウンに移り住んだ。そして、ベルギーで性別適合手術を受け、名前をミシェル・アン・ダフと変えて、オートバイレーサー時代のことを綴った、自助伝の執筆を始めた。この自助伝は、ザ・マイク・ダフ・ストーリー、メイク・ヘイスト・スローリーのタイトルで1999年に出版され、 特にモーターサイクル業界で高い評価を得た。その後は子供向けのオートバイの本や動物の写真集などを出版している。1950年から1968年までのポイントシステム。ありがとうございます。